こんにちは、丸さんです。丸とさんで丸さんです。つい丸さんが、買ってしまった本屋さんとかね、コンビニの雑誌コーナーで気になってつい買ってしまったという雑誌を紹介している動画です。今日紹介するのはこれ、わかります？まあアニメ好きの人はね、もうこの雑誌が何だかわかりますよね。角川が出している、ニュータイプという雑誌です。これの2019年8月号を見てください。もう最初からわかりますよね。新海誠最新作天気の子特集です。あとはそうですね、付録がすごいんですよこれ。あの関東特集&ビーニポスターについてるんです。これビーニポスターあったと思いますね。文豪ストレイドッグスのポスターがついて、経験の鬼太郎があって、でファイブスターストーリーズがあって、でその天気の子特集どんな内容ですか、ちょっと見てみたいと思います。ですね、あとなんかこれ声優紅白歌合戦だって面白いな。目次がありまして、空が晴れる理由、空が晴れる理由ね、いいですね。このね、ここに中に入ってるこのポスターもね、またなかなかいいんですよ。最近アニメ見てないな。はい、これ特集ですね。空が晴れる理由、天気の子特集です。ドキュメント1、もっと叱られる作品をということで、新海誠監督が、インタビューに答えてます。叱られる作品ですか、なんどういうことなんだろうね、ちょっと気になりますね。それから、このチームで作り上げるフィルムということで、キャラクターは今回もですね、前回に引き続きまして、田中雅宏さんのあのキャラクターです。君の名はもそうだし、そうですね、あの花の名前を僕たちはまだ知らないとか、あれもたそうだったかなと思います。でその田中雅宏さんのキャラクターを作画監督の田村敦さんが、今回のアニメーション業にこう書いて設定してるんですね。その作画監督の話もあります。それからこちらの演出イメージボード、徳野優雅さん、漢字読めないな、優雅さんと井村健二さん演出の、このイメージボード、それから演出でどういうふうに作ってきたか、ちょっとタイムシートの、ね、写真なんかもあります。各映画のこのでもテキスト多いなこれね、ほんと読んでから見ても楽しいだろうし、見てから読んでも、映画をね、映画を見てから読んでも楽しいかなと思います。色監督色彩設計三木陽子さんのインタビューですね。やっぱり新海誠監督のこの背景の色だけではなくて、今回のキャラクター画面全体の色の演出の仕方、結構細かくやっぱり3年かかるってこういうことなんだろうなって思います。ドキュメントさん、そこに息づく街を描くということで、雨に塗り替えられる東京という街を描くために何をしたかっていうね、ドキュメントさんあります。それから美術監督の滝口博さんのインタビューといいますか、そうですね、Q&A みたいな形ですけどね。この美術っていうのはいわゆる背景なんですよね、アニメーションでいうと。その雲だって、今回は雲だったりとか、それから東京、雨の降っている東京だったりとか、その東京、雨の降っている東京にこう天気になる、日差しが当たるっていう、すごいな。そうそう、今回の天気のこの、絵の中にはですね、雲の形をした竜が登場します。前回の君の名はの時は流星の形をした竜が登場してました。なんかその辺なんかあるかもしれないですね。それからドキュメント4、みずみずしい音とビジュアルのハーモニーということで、すごいのはね、これ街をもちろん最終的には絵を描いてるんですが、 3DCG を一回作ってそこから絵を起こしてますね。それから主演の森島穂高役、大悟小太郎さんと天野飛騨さん役、森奈々さんのインタビューというかトークが書かれています。ですね、そんな感じでこの「君の名はあれから3年」ということで書かれています。ちなみにニュータイプ、なぜか創刊号の時買ってたんですよね。結構好きでした。アニメージュとかね、そんな雑誌も好きなんですけど、最近のこのアニメーション事情が全くよく分かってないので、
本当に好きな作品しか見てませんけど、あの すごいなと思うのこれね、あの長野守先生のね、ファイブスターストーリーズっていうのがあるんで、ちょっと中見せられないんですけど、レディオストークとかね、アマテラスとかね、ラキシスさんとか出てくるんですけど、この回はメカは出てきてません。メカ出てきてないね。これね、スエゾーって可愛い竜 の子供を持って、あ、もう大人になったかって出てくるんですけどね。はい、これ特集なのかな、このアニメーションと雨、今回の、まあ、天気の子に合わせてなんですが、アニメーションの中でこう雨の表現がどうなっているか、作画ですね、これ新海誠監督の作品で、琴の葉の庭という、まあ、雨のシーンが多いやつ、それから文豪ストレイドックス、そうですね、結構雨って難しいですよね、撮影による雨、3DCG による雨、雨の演出、気象予報士に聞く雨の描写、うん、雨で見るアニメーションの進歩、野崎徹さんが書いてます。あ、そうかそうか、あの狼男の、あ、違う、狼子供の雨と雪も雨の詩がありましたね。まあそんな感じで、もう読み応えたっぷりです。後ろの方もね、この連載とかね、特集とか投稿のやつとか楽しい、またこういうのを買うと面白いな。あ、ちなみに、そうそう、さっき言ってた付録、これ、ゲゲゲの鬼太郎の、続伝承大修正、まあ、なるほどね、こんなのついてます。それとさっき言ってた、B2 のポスターなんですが、裏表なんだな、こっち、こっちが、B2 の、天気の子のヒロインのポスターと、反対側は、文豪ストレイドックスとポスターついてます、というわけで、月刊ニュータイプ2019年8月号買ってしまいました、定価は820円です、税込みです。たまにはね、こういうアニメーションの雑誌パラパラって見てみるのもいいかもしれません。おすすめです。富士山見るなら山中湖。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。